透明人間。道を歩いていて、胴体が透けている人に出会ったらどうしますか体が透き通っていて、後ろで起こっていることが全て見えている。一体どうすればこんなことができるのでしょうこの手順を行うためには、マジシャンはいくつかの道具を使う必要があります。ここでは、後ろにカメラがついていて、胸にしっかりと固定されているテレビの画面に画像を送信しているんです。このトリックの唯一の欠点は、 マジシャンの前にいる観客にしか使えないということ。水面歩行。マジシャンは有名な川の真ん中やプールの水の上を歩くことがありますよね。特別な靴を使っているのか、それとも見えないロープ この手品は正しい場所に注意を払わない限り見破ることはできませんよ。マジシャンは工業用のプレキシガラスでできたプラットフォームを使っているんです。さらにその棚もプレキシガラスでできています。そして水中に置かれたプラットフォームの上を歩いているだけなんです。角度によっては仕掛けが全く見えません。そしてカメラにも映らないので見破るのが難しいんです。でもマジシャンには自分の足場が確認できるようになっています。 このトリックはプールで行われることもありますが、その時にはエキストラを観客として使っていて、ガラスが見えないふりをさせているんです。こぼれない水。グラスに水を入れて、その後普通の段ボールでグラスを覆って、逆さまにします。水は少し漏れますが、ほとんどの水は段ボールによりこぼれません。これは内部が真空になっているからです。でもその後、 マジシャンは段ボールを抜き取ります。それでも、水はグラスからこぼれないんです。ここでマジシャンが使っているグラスには、底の部分の横側に小さな穴が開けられています。でも普通の観客はこの小さな穴に気づきません。そしてもう一つの秘密は、段ボールに貼られた透明なプラスチックの蓋なんです。マジシャンが段ボールを所定の位置に置くと、グラスに蓋がされるようになっています。 だから、穴を指で塞いでいる間はこぼれませんが、指を離すと、すぐにこぼれてしまうのです。魔法のほうき。実を言うと、小学2年生の時の先生は、通勤に使っていたという噂が。ま、あそれは冗談ですが、有名なマジシャンがほうきに乗って飛んでいるのを見たことがありますよね。魔法か幻想か。近づいても紐が見えないので、 上からぶら下がってはいませんよね。でも、ほうきが地面に近いということに注目してみましょう。このトリックの仕掛けは、スケートボードと大きな鏡を使った単純なものなんです。まずマジシャンは、スケートボードに乗っています。そして左側に鏡を持っているんです。そして、その上に偽の足をぶら下げています。これで遠くから見ると、本当に空を飛んでいるように見えるということです。ガラスに貼り付くトランプ。 まずマジシャンは観客にトランプの山からカードを選んでもらいます。そして自分には見えないようにして戻してもらいます。そして観客が選んだカードを当てようとしますが失敗してしまいます。マジシャンはイラついたふりをして窓にカードを投げつけます。すると選んだカードがガラスに貼り付いて観客がびっくりするという具合です。でも一番衝撃的なのは窓の向こう側に貼り付いているというところでしょう。このトリックを行うためには 同じトランプの山と二人のアシスタントが必要なんです。さらに観客は窓に背を向けていなければなりません。マジシャンはカードを選ぶように頼みますが、実際にどのカードになるのかは知りません。でもアシスタントにはどのカードかが見えています。そして窓の後ろ側に隠れているアシスタントがワックスを使って正しいカードをガラスに貼り付けるのです。ここでマジシャンはトランプの中から同じカードを見つけて隠さなければなりません。 そうすることによって、観客は2枚同じカードがあるということに気づかないようです。宙に浮く男。皆さんも空中に浮かぶストリートパフォーマーを見たことがあるかもしれません。でも、これは魔術によって何時間も続けているわけではないんです。実を言うと、このトリックは、一生懸命に努力をしなくても、できます。ここでは床に金属製のプラットフォームが置かれていて、小さなカーペットで覆われています。 そしてプラットフォームから突き出た鋼鉄の部品が金属棒に接続されていて椅子のような形になっているんです。その上に座ることによって宙に浮いているように見えるということです。すべての仕掛けはマジシャンのダブダブの服の下に隠されています。ですからここで唯一のチャレンジは長い間じっと座っていなければならないということです。頑丈なストロー。この手品は普通の薄いプラスチックのストローでジャガイモやリンゴを突き刺して中に入っていくというものです。 マジシャンは単にストローを押しているだけなので、観客はなぜ折れたり曲がったりしないのか疑問に思います。ちなみにこのトリックはとてもシンプルなので簡単に真似することができます。単にストローを掴んで利き手の親指で端を塞いでみましょう。そうするとストローが果物や野菜の硬い表面に押し付けられた時に内部に空気が閉じ込められます。それによりストローが硬くなり、突き通せるほど硬くなるのです。 そして、親指を離すと再び柔らかくなります。消える水。まず水を消すことができると観客に伝えます。そして透明ではないカップの中に水を注いでしばらく待ちます。その後、カップを逆さまにすると、中には何も入っていないので水が消えたように見えるのです。ここでの秘密は、カップの底に前もって大さじ1杯のポリアクリル酸ナトリウムを入れておくということ。この物質にはスポンジのように水を吸う性質があります。 そして吸収すると個体のゼロに変化します。でもこの手品の前後には観客にカップの中を見せないように気をつけてくださいね。ポリアクリル酸ナトリウムはホームセンターや園芸店で購入できます。高級修正樹脂としても販売されています。これと同じ物質は使い捨ておむつにも使われているんです。おむつを一つ破って高級修正樹脂を使うこともできますね。ちなみに未使用のおむつを使わないと大変なことになるので気をつけてくださいね。 この手品は友達に見せる前に必ず練習をしておきましょう。そしてカップの中でうまく水が消えるように量を調節してください。ボトルの中のコイン普通のペットボトルの横側にコインが通る大きさの縦の切り込みを入れます。仕掛けを隠しやすくするために数箇所がくびれているボトルを使ってみましょう。観客にペットボトルとコインを見せてから 3を数えて、コインを持っている手でボトルを叩き、中にコインを挿入します。前もって練習しておけば、コインが魔法のようにボトルの中に現れたように見えるので、試してみましょう。胡椒と水。ガラスのコップに水を入れて、その上に胡椒を振りかけて表面を全体的に覆います。そして観客の一人に指を入れてもらい、水面で胡椒が弾けるか試してもらいましょう。ここではどんなにチャレンジしても絶対にうまくいきません。 そして自分の番だと言って呪文を唱えます。その後指を水の中に入れます。すると胡椒は指によって弾かれ、コップの外側沿いに移動します。このトリックの種は誰も知らないので魔法のように見えます。指を水に浸す前に前もって石鹸か食器用洗剤を塗っておくだけでできますよ。マグネットハンド。鉛筆かペンを手のひらに貼り付けて観客をびっくりさせてみましょう。このトリックはすごく簡単なので、 腕時計と2本の鉛筆があればできます。腕時計をして1本目の鉛筆を手首の内側のバンドの下に差し込みます。そしてもう片方の鉛筆の先端が手のひらの中央にくるようにします。2本目の鉛筆をテーブルに置いて腕時計をつけた方の手首と鉛筆の間に2本目の鉛筆を差し込みます。手首で支えている方の手で1本目の鉛筆の先端を2本目の鉛筆の上にスライドさせます。 スムーズにいくように何回か練習をしておきましょう。これで手を持ち上げると鉛筆が手にくっついているように見えます。角砂糖に書かれた数字。この手品には鉛筆と角砂糖、コップ一杯のぬるま湯が必要です。観客に1から10までの数字を選んでもらって角砂糖に鉛筆で数字を書きます。そして角砂糖を持ち上げます。その間にバレないように親指を慎重に押し付けてください。 鉛筆の芯はグラファイントで作られているので肌に映ります。そして番号が指に映ったら角砂糖を水の中に入れて溶けるまでかき混ぜてください。そして水を飲んだ後選んだ番号を知っていると言います。そして親指を覗きながら水を一口飲んでみましょう。これで正しい答えがわかるのでみんなびっくりしますよ。では、乾杯